picked up from Osaka, Japan, Noika Yoshihata. 萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ここはラスベガス市内から東に3市場に行ったところにあるパイユーテゴルフリゾートです。竹内オーナーと萌花プロの一戦です。今、練習グリーンで練習中です。地はとてつもなく広い練習場です。皆さんおはようございます。おはようございます、今日はラスベガスから30分のパイユーテリゾートという、砂漠のど真ん中にあるリゾートに来ています。皆さん今日も、ラスベガス大全のミスターベガスが、カメラマンとして撮影してくれています。ラスベガス大全を調べて、ラスベガスにいらっしゃる方はパイユーテを調べてください。日本では味わえない砂漠の真ん中の、素晴らしい雄大な景色を見ながらのゴルフとなってます。で今日は、チャンピオンティーからで、6600ヤード、なんと、スロープレーティングが122しかないので、今日萌花選手から私はハンディキャップが、なんと11ホールしか取れませんということで、昨日と同じルールで、イーブン以下の場合は100ドルプラスホールマッチカットで100ドル、300ドル目指して頑張ってください。頑張ります。今日はあの睡眠不足なしなので、はい、スコアで頑張りましょう。はい、頑張ります。お願いします。すごい風に流されて、スローマウンテンコース1番ホール竹内さんのティーショットです。風がすごい、右から左に吹いてるので右を狙ってもう右からドローボールですね。フェアウェイに戻ってきてます。ナイスです。萌花プロ1番ホールティーショットです。やや左ドッグレッグです。ナイスショー。萌花プロ1番ホールセカンドショットフェアウェイセンターから121ヤード、9番アイアンで攻めます。おお、まっすぐ右からの風でやや左に持ってかれ、あ、ちょっと大きいですね。竹内さんも9番アイアン120ヤードです。お、右からドローが、あ、グリーン右にちょっと外れてるけどもバンカーには入ってません。竹内さんの2段目はグリーン右に外れてこの状況です。竹内プロの3段目ちょっとミスって届きませんでした。萌花プロ2打目グリーンちょっとこぼれました。これから3打目です。ナイスです。 OK でパーです。ナイスパーです。竹内さんのパーパットです。OK が出ました。竹内さん 5です。ボギーです。2番ホール萌花プロバンカーまでの距離を測ってます。あのバンカー無理だよ。230ちょっと超えないから右から行かないんだよ。はい、フェードです。
レードでちょっとラフまで行ったかもしれないですね。竹内さんの2番ホールティーショットです。左を狙って風がパー4、左ボールブレックです。これいいショットですけど、もうちょっと左に打ちたいところです。右ラフです。88ヤード残り。竹内さんのセカンドショット右に曲げてラフです。188ヤードの上りです。かなり向かい風です。まあ、トップ気味で、そうですね、160ヤードぐらいは飛んでるでしょうか。モイカプロもフェアウェイから右にこぼれて残り185番ウッドです。強烈な向かい風です。ナイスショー。乗ったっぽいですね。竹内さんは残り61ヤード、すごい向かい風の上りです。超アゲンスト、75ヤード打つつもりで打つそうです。あーシャンク、フワー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 、ブラッククロスとなった。シャンクしてほとんどスレスレです。モイカプロにぶつけそうでした。竹内さん3打目シャンクしてカートパスに落っこってて、ここにドロップです。お、いい感じです。いい感じ。これは絶妙です。ナイスショット。4オンです。モイカプロの2打目わずかに届いてなくて、こっから3打目です。はい、ナイスです。約7メートル。竹内さんの5打目になります。おお、ナイスボギーです。ナイスパットです。モイカプロパーパットです。ナイスパーです。はい、3番ホールティーショットロングホールです。ナイスショー。いいね、ドライバー。竹内さん3番ホールボギーボギースタートで3番ホールティーショットです。うん、これもまあまあいいショットですね。ややドローがかかってラフに行っちゃったかもしれない。あ、フェアウェイですね。竹内さんの3番ホール 2打目です。うん、全く問題ないですね。ロングホールレイアップ十分いいポジションです。レドリモイカプロティーショットが竹内さんよりも40ヤードぐらい飛んでナイスショットですけれども、いくらなんでも池越えでは狙える距離ではありません。左、はい、左レイアップするそうです。ナイスショットです。完璧です。狭いフェアウェイダフったけど、そんだけ良かった U でいきます。100ヤード98ヤードだけど100ヤード打つつもりでいくそうです。3番ホール3打目です。うん、ドローがかかれば、あ、勝負した。あ、まあ乗ったか乗らないかというところですね。モイカプロ3打目90ヤードで46度で打ちます。うん、グリーンちょっと乗りましたけど、モイカプロとしては不本意な 7-8 メートル残した感じでしょうか。竹内さんの3打目はここに来てます。ほぼ乗ったも同然です。
20メートルぐらいある4打目になります。ちょっと打ち切れなかったですね。モエカプロはここに3オンです。強いじゃん。ちょっと1メーターぐらいオーバーです。オッケーは出ないみたいです。出ないよそれ。竹内さんの打目、あ、5打目パーパットです。惜しくも外れてボギーです。ボイカプロ1メートルのパーパットに押してます。ナイスパー。4番ホールです。奥に雪山が見えます。やばくないこのパーソン。T マークはカメです。4番ホールパー3です。池越えパー3です。ピート台っぽいバンカー、ピート台らしいバンカーが奥に見えてます。180ヤード5番ウッドで行きます。4番ホールパー3です。ナイスショットだけどちょっと左、グリーン左いっぱいぐらいですね。4番ホール竹内さんはドライバーを握ってあえて後ろに構えました。ドローがかかってこれいいかも。あ、バンカーの顎に当たって乗ったようですね。ドライバー作戦成功。モエカプロパー3、左奥にちょっとこぼれてこれからセカンドショットです。すごいとこ入ってる。あ、おー、竹内さんのティーショット乗ってませんでした。あちらから打ってここに来ました。違うじゃない、何言ったって全然違うじゃない。ノーカットパット右奥2メートルです。竹内さんのパーパットです。ワンボールレフトフックでかなりフックしそうです。あ、残念ながら外れてボギーです。またもスリーパット。モエカプロ1メーター50ぐらいのパーパットです。パーキープなるか。連続パー続いております。ナイスパーです。ど真ん中から綺麗に入りました。